こんにちは。出会いば就活チャンネルの清水です。今日はですね。インターンで人事に気に入られる方法ということでお伝えします。皆さんもですね。まあ、8月になりましたから、インターンシップ始まってますね。やはりここはですね。人事に好かれないといけません。さあですね。皆さんにまずですね。まあ、いろんな質問がおられると思うんですね。しかし、この番組でですね。皆さんにですね。あのいわゆるいろんな質問に答えるのは難しいですから、我々ですね。いくつかの方法で皆さんの質問に答えてます。 オープンチャットでですね、皆さんにですね、質問,の質問部屋というのがあります。そこで皆さんの質問にですね、チャットで書いていただければお答えさせていただいてます。それともう一つはですね、YouTube チャンネルでですね、あの毎週水曜日生配信で皆さんの質問に答えてます。ぜひこちらにあのいい機会ですから、オープンチャット。そしてもう一つですね、グループディスカッション。 グループディスカッションでは日本最大級のですね、オープンチャットを持ってます。ぜひこのオープンチャットを2つともお申し込みいただければ皆さんの就活のプラスになると思います。さあ今日の本題についてお話をさせていただきましょう。今日の動画の内容はですね、こちらにありますようにですね、インターンは内定につながるのか、人事に好かれる学生の特徴は何なのか、インターン中にどういうことをすればいいのか、この形でお話をさせていただきます。まず一つ目の疑問。 清水さん、本当にインターンは内定につながるんですかつながりますですねなぜなんですかですねしかしインターンでですね内定その上「内定!」にはならないんですね何が違う清水さん違うじゃないですかそうじゃないんですよここでいい評価をもらえればこのあとですね有利に進むってことなんですね何が有利になるんですか本選考に向けて、ててリクルーターータがついて皆さんをサポートしてくれる。 とかいや君ねよかったからね書類と何とかなしでね二次面接から来てくれていいよとか有利な展開が起こるだから絶対高評価をも,もらうべきなんですねじゃあ続いて人事が好きな学生はどんな学生5つ特徴をあげましょうまず1つ目コミュニケーション能力抜群皆さんですねコミュニケーション能力抜群ってどのレベルだか分かりますこうだよねいや俺結構喋るんですよねそれは抜群とは言わない コミュニケーション力が抜群とはどういうのかというとです、ね、まず1皆さんと同じ世代の人と仲良く話せるのはコミュニケーション力抜群とは言わないんです年齢の違う人上下上ってどのくらい僕らみたいならね60歳50歳のおじさんたちとちゃんと話せる それれも面白いおかしく話せるこれが重要なんだね立場年齢性別とかを乗り越えてそして国籍もまたいで、ね、価値観も違う人をまたいでどんな人ともコミュニケーションできたら君は天才年上の人と仲良くできるかこれがコミュニケーション能力の高いという証なんですそして2つ目深いコミュニケーションが取れるかなんですねこれやっぱりですね僕も学生さんと会話しててさ質問するとそうなんですあそうこうこうこう。 こ,うこれさキャッチボール一応投げてなってんだけどそこの間何にもためがないよねえー、そうなんですよ僕こうここで今度えー、それは面白そうだねこうそれは面白そうだね具体的にそれはどうなって一回深く入っていかなきゃいけないんだねこうこうこうじゃなくてこれがこういう風に入っていかなきゃいけないんだよ深く話ができるこれが深いコミュニケーションを取れるということなんですこれが重要な能力ですねコミュニケーション能力のはい。 挨拶これは重要だねどこでも挨拶から始まると言われていますそして積極的に話せるかなんですね刺されれば誰でも発言できる自ら自分で切り込んでいけるかなんだねグループディスカッションだってね誰もみんな最初の意見言えないでも最初にパンと意見言うこいついいだって評価がつくってことなんですねそういう意味ではこのコミュニケーション力重要だねそして質問に対する反応なんです おーこいついいね。僕は質問に対するの2つで見てるんですね。1つはですね、こう、なんてうんですかね、まあ、答え、質問したらすぐに答えてこれる、まあ、脊髄反射って僕は呼んでるんですけど、このスピード感、結構重要ですね。そして、質問の意図を理解して、ほー1を言えば10を答えられる。まあ、これがポイント。まあ、学生の中にはですね、ES の、ね、丸暗記を話してる場合じゃないんだよ。これじゃだめなんだよね。質問した内容をきちっと理解して話す。これが重要なコミュニケーション能力。そして 人事が好きな学生の特徴2つ目一緒に働いてみたいと思うとということなんですね一緒に働いてみたいと思うっていうのはどういうことだか分かりますかうんまず1つ目謙虚なな姿勢なんですねやっぱりですね一緒に働くんだったらね君ねこうこうこういうとこはこうした方がいいよえ僕直す気ないんですよねそんなやつと働きたいって思わないでしょ、ね、君こうこうこうした方がいいあそうですかありがとうございましたこれなんだよ謙虚な姿勢 これ何も分からないいろろいいありがとうございますいいですか言葉だけじゃなくて姿勢だよ言葉じゃないの姿勢ですからねそして次学ぶ姿勢が重要なんだねよく学生さんですね今レポート見るとこう書いたんですよねいや授業でねうまくいかないのはね先生の教え方が下手なんですブッブーそれじゃダメなんだよいいですか学ぶ姿勢っていうのは相手がどうあれ自分が学びたいっていう姿勢を見せたら教える側が変わるってことわかるこれが学ぶ姿勢なんです 相手の部分が教えたくなるように振る舞うこれが重要なポイント学ぶ姿勢なんですね学ぶ姿勢のポイントは何か相手が言ったことを全部まずやるってこと教えたことをやらない人はね教える側がやる気を防ぐだからきちっと相手が言ったことを全部やろうとするわからないことをきちっと確認してその通りやろうと努力するこの姿勢なんですまずは相手の意見をきちっと受け入れることなんだよねそうですねとても重要ですね そして、意見を受け入れて学ぶ能力。学習を繰り返し繰り返してやる。このことが重要なんです。そして、大好きな学生3番目、即戦力。おおこいつすごいね。なんか鍛えないと使えないんじゃなくて、今からすぐにでもいけるね。あれと同じだよね。こいつ1軍で活躍できるねっていうのと同じなんで、君はまだ2軍で活躍した方がいいねじゃないんだよね。これが即戦力って概念だね。即戦力に必要な能力は何か。1、高い。 理解力やっぱりねどんなことでも早くに理解できる的確に理解する能力が重要だよね教えても教えてもわからない子っていますよねこのことまずは理解する能力の高さが要求される次は確実にそれを実行できる。 まあこれ皆さんバイトで考えていただければいいんですよね。でもあるじゃないですかいろんなバイトに行くとねいくら教えてもちゃんとできない子がいる。でやっぱりそれは即戦力があると言いませんよね。言われたことを正しく理解するだけじゃダメなの頭で分かってんじゃなくてそれが体を通してちゃんとおおちゃんとできるねってことなんだね。そのためには継続力がある地道な努力は続けられるこれは重要なポイントの2つだね。さあそして人事が好きな学生将来性を感じるんだよ。将来性って清水さんどこで感じると思いますか伸びしろなんだ。 いるよねこれ皆さんもですね高校入試とか、まあ、いろんな入試を経てる素数はアップアップで受かっちゃってその後伸びない子もいるところはね余裕を持っっててて次どどどどんどんんどん伸びていくってことがありますよねだから潜在的な能力がまだまだ隠されてて伸びしろがいっぱいあるってことに対して将来性を感じるんですね。そして発想力が豊かこいつ面白いこと言うな着眼点が多いすごいとこに目をつけてるな。 そして「常識的なことばかりに終始しない」ね「ねそれって誰が言ったって同じ面白くないことだよね」じゃなくて「へーって思えるこれことが重要なんですね。そして人事が好むタイプ総合力がある。総総合合力力っってて何でですすか総合力っていうのはですね いろいろな能力をまんべんなく持ってるってことを言ってるんですね。すべてが一定以上の水準にあるってことなんですね。日本の企業は意外とですね。総合力を求めるんです。外資とかね、まあいわゆるあのメガベンチャーみたいなところはですね。まあ一個引い出て出ればいいって概念もあるんだけど。総合力を重視する会社もある。まあ、総合力って何ですかって言われたら。ら例えばね。皆さんが入試の時ってね、共通一次でね。国語からね、国語、数語、英語、まあ理科、社会。 ね、そしてあのー、全部できなきゃいけなかったじゃないですか僕なんかねそういうの無理でしたからねっ個ができない漢文ができないじゃなくて全部が総合的にできるこれが重要な能力だって言われてるんですよねなるほどさあ人事に好まれる人が分かった時点で皆さんどうすべきかじゃあインターン中にどうすればいいでしょうかねなんですインターン中にすべきことは何かまず一番最初にすべきことは挨拶挨拶で張り巡り挨拶で終わる武術やってる方か分かりますね武術は、ね、必ず挨拶 そして最後挨拶でにに始まり例に終わる私もね50過ぎてね合気道やってる時にね最初やって挨拶そして演武もうまくいってね最後の挨拶忘れちゃったんですよ相手と一緒にもうこれで点数ガタガタいや挨拶の重要性を感じ取ってください最後の挨拶が意外と重要なんですよそして次どんな立場の人にも積極的に話しかける これなんだねこれは同じチームメイトの中でもねこいつちょっと出来が悪いなみす、ね、じゃなくていろんな人のことを気にかけそして参加している人以外にもですね人事の人からいろんな人にも積極的に話しかけるこんなこと立場を超えてあげるこれ重要なことだねそして学ぶ姿勢を見せる姿勢顔つき質問姿勢顔つき質問この辺が重要だねそして 自分のすすべきことを意識する今何をしなければいけないかこれをやるにはですね状況を把握する能力とですね事前の予習この2つが重要な要素ですねそして何かやる時には自分の体験価値観これをですね上手に伝えることが重要なんですね知識だけじゃダメなんです一番重要なのは経験に基づく判断基準なんですね価値観も経験に基づいて出てきますここのことを大切にしてくださいさいあ 皆さんがですねこういうことを学んで理解すればですねグループワークで活躍間違いなしなんです。さん夏のインターネット意外とか,とかいやねあんまりたくさん行けてないんですそんなあなたにおすすめこれなんですね我々グループディスカッションを触媒としたイベントをしてますそういう意味ではグループディスカッションがまず飛躍的にうまくなりますそして1回のイベントで10社以上の企業に一気に会えるんです。 そして高評価をもらえれば全部の企業のインターンに行けちゃう。インターンに行ければね、さっき言ったですね、優遇施策もある。ご興味のある方はぜひ応募欄、詳細欄から応募いただければと思います。イベントでお待ちしてます。この動画が役に立ったら高評価ボタン、そしてコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。